部よしみでございます。今日はあの各地から本当に優れもんの皆さんが集まっておられるというんで、私も馳せ参じた次第であります。みんなの塔はついこの間できたばかりなんですね。まずは政権交代、しかし政権交代の後ばらまきはダメだ、徹底した国家のリストラをやっていくんだ、脱官僚と地域主権というのは実はコインの裏と表であります。そういう主張を展開をしましたところ、まあ8月8日、これから大ブレイクするだろうというんで記者会見をやりました。その5時間後に酒井のりぴーが突然自首して逮捕されて、ニュースは酒井の事件一色になっちゃった、みんなのとはどっか消えてなくなっちゃった、これはまずいことになった。まあ選挙人に入りましたら、今度はあの直近の選挙で 2% 取ってない政党は党首演説報道しないとか言うんですね。党首討論にも出してもらえない、もう社民党国民新党でブチッと切られちゃうんですからね、もうちょっと無理かなと思いかけた頃、みんなの党マニフェストが次から次へとなくなっていくんですね。ものすごい勢いでみんなの党っていいよねという声が彷彿として湧き上がってまいります。開票の、まあ、驚いたことに300万票いただいちゃったんですね。これはおそらくオピニオンリーダーと言われる人たちがみんなの党に入れてくれた、それだけではなくてこのオピニオンリーダーたちは広めてくれたんですね。出ないと300万票取れるわけがないです、ね、だって社民党と同じ票数ですから、これね、しかも7ブロックしか立ててないんですよ、やっぱりオピニオンリーダーの存在だと私は確信をしているわけであります。まああんまり長話をするなということでございますのでね、まあ長話はいたしませんけれども、まあ、あの今あの政権交代を見ていましてですね、本当に大丈夫なんだろうかって思っちゃうんですね。つまり私たちは政権交代までは民主党と一緒だ、みんなの党の主犯指名は渡辺芳美とは書きませんでした、鳩山由紀夫と書かせてもらった、でないと政権交代って言ってきたことが嘘になってしまいます。しかしその後は我々は別ですよということははっきりと選挙中からも申し上げていたのであります。まず私が最近感じるのは、あれこの光景っていつか見た光景だよなということですよ。つまり民主党は脱官僚依存、政治主導、政治主導の本質は何か、それは官邸主導なんですね。つまり霞が関の各役所が縄張り主義で自民党の族議員と結託してやるのではなくて、総理官邸が総合国家戦略を作ってこれを各役所にやらせる、つまり内閣主導でありビジュアル的には官邸主導、これを政治主導と言います。ところがどうでしょうか。例えば今毎日のように事業仕分けをやってます、まあ、大変ユニークな試み、大賛成ですね。でもこの事業仕分けにも最初は32人いたんですよ、ね、民主党の優れもん一年生議員が15人、この必殺事業仕分け人がなんと必殺仕分けをされて7人に減っちゃった。なんじゃこれはこれはと私はもう本当に枝野さんとは親友なもんですからね、本当にがっかりしましたね。つまりこの人たちは立場がはっきりしない、国会法39条で兼職禁止規定があります。
臣、副大臣、政務官しか政府の中に入れない。だったらまずこういう国会法の改正からやるべきではないのか。みんなの党は霞が関改革法案というのを出してるんですね。まあ残念ながら5人しかいないんで国会には提出できてないんでありますが、もう法案要項までできているんです。例えば事務次官会議を廃止した、事務次官の記者会見も禁止した、天下り斡旋もさせない。もう何のために事務次官いるんですか。いらないじゃないですかね。事務次官って年俸2000万円ですよ。30人ぐらいいるんです。事務次官級のなんとか長官みたいなもんまで入れるとね。だったら事務次官廃止して、で国家戦略局の国家戦略スタッフ2000万あれば官民から有能な人材集まりますよ。官邸主導それってできるじゃありませんか。なぜそういうことを最初にやらないんですか。結局これがデジャブなんですよ。